君、やっぱり来たんだね。ヤファギル君には荷が重かったかな。ま、目覚めたばかりだったし、あの程度だったのは勘弁してあげてよ。でも、ここから先には行かせないよ。もうこれ以上ジャゴヌバ様の邪魔をさせるわけにはいかないんだ。ん？あれれ？懐かしいお客さんが来たな。まさかこんなところであんたに会えるなんてね、ピュージュ。あはは、マリーン、君とジュリアンテの人形はまあまあ役だったよ。もう飽きて捨てちゃったけど。ピュージュとは古い知り合いでね、ちょっとした因縁があるのさ。あの時の決着をつけようかね。こいつとはこのまま戦ってもキリがない。つくべき急所をあぶり出すにはまず正体を暴いてぶちのめす必要があるんだ。これはラーの鏡。さあ真の姿を見せな、化け物。そんなことしちゃって大丈夫？本気の僕にはかなわないと思うけどな。そんなに見たいなら見せてあげよう。よっ、ほい。気をつけな。こいつは長老の邪神ピュージュ。500年ほど前、汚れの谷にある女神の祠の封印を破ってジャゴヌバ復活のために暗躍してたのさ。私は結界を張って援護する。頼んだよ。僕と小便器って戦おうだなんて最高に愉快で愚かだね。さあ僕を楽しませておくれよ。
邪神な僕が北が滝にやられちゃうとは、これは笑えないね。年貢の納め時だね、ピュージュ。だけど、もう遅いよ。そろそろカルサドラ火山とシエラ巡礼地に眠っていた邪神が復活する頃さ。そうしたら、アストルティアはジャゴムバ様の覚醒を待たずして滅ぶんさ。あいつは無数にいるように見えて、中核となる一体だけが本体なのさ。そいつを捕まえたから、もう大丈夫だよ。この術を使うのはさすがに応える。もう私も若くないね。なんだい、ジャゴの場はどうしたのかって？やつはもう覚醒寸前だった。封印を維持できそうになかったから、仕方なく退散してここまで来たんだ。それよりも、イルーシャちゃんが待ってるよ。早く行っておあげ。
り来てくれたのね。あなたの光をずっと感じてた。何も告げずにあなたの元を去ってしまってごめんなさい。ルティアナ様を復活させるには私とナラジアの二人で神婚融合の儀を行う必要があったの。だから滅びの神の依り代と知っていてもナラジアと一緒に行くしかなかった。ありがとう。最後に会えて嬉しかった。さよなら。光あるところに必ず闇はある。でも闇があるところに必ずしも光はあるだろうか。うん、闇はそれだけであることができるんだ。光なんていらないんだよ。ねえ、僕は君たちに感謝しているんだ。ジャゴヌバが完全に力を取り戻すには女神の茨の封印が邪魔だった。でも君たちがそのいばらをほどいてくれたんだよ。何を言っているのかわからない？じゃあ教えてあげるよ。女神がジャゴヌバを封印したのは知ってるだろ？あれはね、自分と相手を同じように封印する強力な呪いだった。ルティアナといえど
ジャゴヌバを封印するにはそれしか方法がなかったんだろうね。たとえ自らを犠牲にしたとしても。そしてたった今、女神の封印が解けた。その時、もう片方のジャゴヌバの封印はどうなると思う？もう分かっただろう？君たちは光の女神だけでなく、滅びの神をも復活させてしまったんだよ。ご苦労だったね。特に君の働きは見事だったよ。イルーシャもこのことは知っていたよ。それでも愛する世界を守れると信じて、ルティアナを復活させることを選んだんだ。ルティアナが勝てるかどうかなんてわからないのにね。さあ、舞台は整った。この神々の戦いで世界の命運が決まる。君にも見せてあげよう。目覚めよ、滅びの神ジャゴヌバ。僕と一つになって全てを滅ぼすがいい。
なんてこと。女神様が破れるなんて。女神様が復活されたということは、イルーシャは。それなのに。もはや滅びの神を止める手立てはなくなった。では、世界は滅んでしまうのですか？ジャゴヌバを止めなければ。急ぎ魔界に戻るぞ。魔界は我らが守る。魔界とアストルティア、二つの世界が力を合わせてもジャゴヌバには及ばないのか。な、俺はどうすればいい？次回、闇の根源。
ガミルゴの盾島の戦いで瀕死の重傷を負い、魔族の旅人ユシカに連れ去られた魔界テクレス魔導国で魔王アスバルとバルディスタ要塞で魔王バレリアと会い、砂の都ファラザードではユシカもまた魔王であると判明する。三魔王が集合したデモンマウンテンでは、魔界の長老魔戦教魔性の巫女イルーシャとの出会いを果たす。魔界の三国が激突する。魔界大戦が勃発し、激しい戦いの末、三国すべてが大きな痛手を被って大戦は終結した。争いで荒廃した魔界の復興を助けるうち、各国の魔王からの信頼を得て大魔王の座につくことに。大魔王城での戴冠式では、突如魔戦教が魔将魂を召喚して大混乱に陥るが、三国の魔王と兵士が協力し、これを退けた。新たな大魔王として魔界各地で活動する中、イルーシャとウリ二つのナラジアと出会う。大魔王を討伐するため魔界にやってきた勇者姫アンルシアの一行と和解し、魔性があふれ出すジャディンの園へ行くと、地底にはジャゴヌバ神殿が隠されており、大いなる闇の根源異界滅神ジャゴヌバが目覚めようとしていることが判明した。ユシカの師匠賢者マリーンの助言により、ジャゴヌバに対抗する唯一の手段として、創世の女神ルティアナを復活させることに。光の里フィネトカではイルーシャが女神の依代であることが明らかになる。六星人から依代であるイルーシャと共にアストルティア各地の女神の祠を巡ることが女神復活の方法だと語られる。祠巡りをしていく中、
女神を復活させるとイルーシャが消滅してしまうこと。イルーシャの双子であったナラジアがジャゴヌバの依り代であり、その意志によって乗っ取られていることなどが判明していく。女神の意志を発現させたイルーシャはナラジアとその配下であるピュージュ、禁忌の邪神らとイズコカへ去ってしまう。イルーシャを追って女神復活のための儀式が行われるルファ神殿へ行くことに。立ちはだかる禁忌の邪神をユシカやアンルシアらと打ち破り、たどり着いた神殿の頂で長老の邪神ピュージュと戦い、駆けつけたマリーンの助力でこれを倒すも、イルーシャは別れの言葉を告げて光の川に消え、ついに女神ルティアナが復活する。女神の復活と時を同じくしてジャゴヌバもまた完全覚醒し、二柱の耐震による世界の命運をかけた戦いが繰り広げられる。ルティアナに倒された邪神たちを吸収し、その能力を引き上げたジャゴヌバの一撃で女神は倒され、世界は絶望に覆われた。ジェジューカーローから何か話があるらしい。大魔王城の玉座の間に向かおう。